関西高等学校は岡山県岡山市北区にある私立学校で県下唯一の男子校である。一般的な通称は関西。関西学園に属し、岡山中学校、高等学校とは姉妹校。全校生徒数は1300人超。私立校であるが過去に県立への移管要請を断ったことがある。また過去に、 近隣の女子校との合併話を断られたことがあり、近年は少子化による生徒の減少により、全国的に男女別学の高校が教学化に転校する流れがあるが、関西高校は、県下で唯一男子校を保ち続けている。制服は、男子校の伝統でもある一般的な金ボタン5個の黒がクランで左襟には校章をかたどった襟章、右襟には学年章をつけている。 2018年よりデニム生地を採用したブルザーに食堂も設置。スポーツ分野で全国的に有名。1894年、当時校長代理をしていた片平周三郎が東京で修行中、福沢諭吉が関東での教育事業を展開していることに憧れ感銘を受け、自らも関西の地でそれを行いたいと決めたことに由来する。実際に、 片平が教育事業を行ったのは関西よりも西にある岡山の地であるが広く関西からも優秀な生徒を集めたいとして同行の公明とした当時の読み方は関西であった可能性がある読みについては関西高校の戦後初めての甲子園出場である1948年夏及び1949年春のユニフォームには関西と書かれ 一方で、硬貨は、関税であり、そのことから、当時は、関西と、関税の故障が混同していた。しかし後になって創立頃の読みとしては、関税の方が正しかったのではないか、という声が上がり、硬貨にも倣って1960年春の甲子園、出場時より、関税が正式な読みとなっている。ただし、関西を、岡山弁風に発音すると、完成になり、 さらにそれがなまって、関税と呼んでいたことから、という説もある。2007年度からコース改編が行われている。2008年度も普通科と商業科で、コース改編がある。2007年度入学生までは2年次以降も現在の、コース編成である。普通科商業科電気科関西の野球部は、当時の同校の英語教師、安倍総から野球を教わった翌年1895年の、 総武、岡山県の高校では、最古の野球部である。2013年の選抜高校野球出場により、甲子園出場回数が春夏通算20回になり、岡山東、商業、倉敷工業を抜いて、岡山県内単独トップの甲子園出場回数を誇り、特に2005年から2007年にかけては、県勢で、初の5期連続甲子園出場を果たしている。 その中で2005年の明治神宮野球大会では、田中正宏擁する駒大と駒井高校に、決勝で惜敗し準優勝を記録。翌年の選抜高等学校野球大会では、エース藤祐希を擁する、早稲田実業学校高等部と、延長15回引き分け再試合を行い、8回までリードするも、守備の乱れで逆転を許し惜敗した。また、 2010年2011年の選抜高等学校野球大会では前年の中国大会を制止優勝候補の一角に挙げられていたが2年続けて1回戦で大会を制覇した港南高等学校、東海大学附属相模高等学校に初戦敗退するという不運な面があり一部の高校野球ファンから関西に勝った高校は優勝するというジンクスが ささやかれるようになった。2011年の夏の大会では、初戦で選抜準優勝の九州国際大付けを破り初の四強に進出したが、優勝した日大三に準決勝で破れジンクスを破ることはできなかった。関西高校スクールバック、ありがとうございます。